女優の河合優美さん23歳が注目を集めています彼女は TBS 系ドラマ「不適切にも程がある」での演技が賞賛され現在はテレビ東京系列のドラマ「ルート」でダブル主演を務めていますさらに6月7日に公開予定の映画「アンのこと」では主演を果たすなど多方面で活躍しています皆さんは河合さんが出演する作品を見たときこの女優が河合さんだとすぐに気がつくことができていますでしょうか 私はドラマ不適切にも程があるを5回まで見終わったところですが、純子役の女優さんが河合さんだと全く気がつかず、この動画を作成しながら、えいえい、純子って河合優美さんだったのと分かり、とても驚きました。それくらい役柄によってイメージが変わるので、すごい女優さんだなと注目しています。河合さんは漫画「チェンソーマン」作者の藤本辰樹氏原作の劇場版アニメ、ルックバックでも声優としてダブル主演を務めるなど、 オファーが殺到してていいるとされています彼女のデビューは2019年のコロナ禍と重なりましたがその後は精力的に映画出演し数々の新人賞を受賞するなど飛躍的な成長を遂げています民放キー局関係者によると河合さんは頭が良くて観察眼に優れた女性との印象を持っていますおそらく意識的に予定調和な演技を避けていると思うのですが 自然体というより、一つ一つの所作や表情にも自分なりに考えた根拠が伴っているような感じ。ただし、その素顔は演技やエキゾチックな要望のイメージとは違ってギャップがあると評判ですとのこと。彼女は東京・都練馬区出身で、学生時代からバスケ部やダンス部に所属するなど、アクティブな一面も持っています。河合さんは、アンアンビューティーのインタビューで、基本的に引き算主義のメイクをしていると述べており、 外見に対する努力よりも自然体を重視しているようです。河合さんはまた、餃子などを自分で作るほどの食いしん坊で、ビール党でもあるそうです。彼女は自身の演技に真摯な姿勢を持ち、青い優を彷彿とさせるとも評されています。一方で彼女は日常生活でも方向音痴だと認めており、おっちょこちょいな一面も持ち合わせています。俳優の佐藤二郎氏は、アンのことでの共演を通じて、河合さんの演技に感謝の意を表し。 完成上映会では河合優美に感謝している。互いが対峙するこのシーンは絶対に外せないと、俺をそんな気持ちにさせてくれたと語り、河合さんによって本気の演技が引き出されたと絶賛。まだまだ伸びるどころか、どこまで化けるかわからない期待の大型新人ですとべた褒め状態でした。彼女は今後も女優としての道を確実に歩んでいるようです。